陽気様、また呼んでやったぞ。久々に足で何かして遊びたくなったのでな。うん、今度は久々じゃないじゃと。そちらの事情など知らんが、この時間の認識の差は気になるところじゃの。では、貴様の頭を調べようか。逐一会ったばかりだの、久しぶりじゃの言われたらややこしいからな。わかっておれ。安心せん。傷はつけぬようにする。そんなに不安なら、目を閉じておれ。本当に目を閉じてしまうとは、バカなやつじゃ。面白いものが見れたかもしれんのにな。今さら目を開けても遅いぞ。ここじゃ、ここ。貴様の頭の上じゃ。調べるのだから、当然のことよ。どれどれ、どこがどのようになっておるのかの。これはなかなか感触が伝わって、ここは花か。すまんすまん、息がしにくかろう。
を動かすぞ。なるほどなるほど。少しばかり圧をかけるぞ。なんじゃ、言いたいことでもあるか。口を動かすな、くすぐったいぞ。ちゃんと調べておるから待っていろ。ここからも探るか。くりゅくりゅ、
うむ、よかろう。おい、目を閉じねば足が目に入るやもしれんぞ。よしよし、いい子じゃ。いや、わかったぞ。こう、どこかとどこかの時間が折れたり伸びたりしてくっついておるようだ。じゃから、我の方と貴様の方で感じ方が違うというわけじゃな。ま、最初は偶然つながったものだから不安定でもしようがない。我も詳しくは分からんが、時間の感じ方に差があることだけ覚えておれば、お互いに齟齬は出んじゃろう。なんじゃ、おかしいことでも言うとか。アホ、ちゃんと調べておったわ。少ししか遊んでおらん。本当じゃ。ったく、我が遊ぶというのは。こういうことじゃろ。我をからかおうとはいい度胸じゃ。さては、こうして欲しかったのではないか。
様の度胸に免じて少し奥の方までやってやろうか。ほれ、つるつるとしているの。いい顔をする。大事なもののようじゃな。どうじゃ、この感触はたまらんか。我は楽しいぞ。満足じゃ。貴様の顔も面白かったし、頭も触ったし。おーい。おーい。
けておるな。血と刺激が強すぎたようじゃ。我のせいにされてもかなわんからな。大きいうちに元の場所へ返しておくか。ではまたいつかな。